序文教筋は通すな。そうか、分かった。はっ、せい。お、し、す、ほう、れん。女性、あざなは文教、徐州出身の才気に満ちた男である。戦乱の中、彼は故郷を追われ五軍に移り住む。そこで広く人材を求めていた孫権に仕官した。主君孫権は今高祖を倒すために出兵している。新たな行き場所を得た女性はこの一戦に闘志を燃やしていた。これは気づかず失礼いたしました。自分は序文教と申します。殿が人材を求めていると聞き、ここに。それがしは天正苑、ふるさとの美しき風景を守るため参りました。私は陸白玄と申します。陸家の最高を期し。孫策が言って敵は加工の酵素か。まずはこの戦で十分な武功を立てなくては。自分が守るべきものは誰にも踏みにじらせはしない。行こう。まずリクソンたちと合流しなくては。諦めたら終わりだ。数字を通す。けじめをつけるぞ。ご入り用で。
またお待ちしてます。全員集まって、兄貴、大変でさ。龍刀じゃない、あなたも来てたのね。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。旧敵構想孫悟の明日を切り開く、皆力を貸してくれ。この地は自分が抑えた。
こがお留守じゃやべえだろ。しゃあねえ、俺たちでここを守るぜ。この地を制するは兵法の基本。我々はこの地で防衛線を維持するぞ。そんなに奴らが来やがったな。冬の観念の結果、嘘見せてやるぜ。よし、進撃だ。俺たちの前進が勝利につながると心得よ。やってくれるじゃねえか。けどいい喧嘩だったぞ。喧嘩すると筋の通った勝利だな。伝令、観音殿が敗走し消息不明です。敵に捕らわれたやもしれません。役立たずめ、南が手薄になるではないか。直ちに兵を送り、山道の守備を固めよう。戦ぶりです。地は自分が抑えた。
諦めたら終わりだ。数字を通す。一緒に構造を倒す方が面白そうだ。なんと。ここまでクリア。加工場まで一直線だ。さーて、派手に暴れるぜ。はい、筋の通った勝利だな。素晴らしい戦ぶりです。くまでわしを撃て。おのども油断するな。けじめをつけるぞ。船に合図を送るのだ。敵に矢の雨を降らせてやれ。兵器を稼働させよ。あれだけ数があれば奴らも手に負えまい。戦いはここから始まるのだ。敵将、自分が討ち取った。父、孫文代の仇、控訴は。しかして、早々に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには
曹操を一度退けねばなりませんね。自分のふるさと徐州は曹操によって荒らされた。そして今流れ着いた自分を入れてくれた呉が曹操によって脅かされようとしている。曹操、孫悟の血まで奪わせはしない。戦うことになってよかった。あとは勝って曹操の軍を打ち払うだけだ。自分はもう何も失いはしない。力の限り守るべきものを守り抜いてみせる。周遊殿が残した志、自分も受け継ごう。孫悟の地必ず守り抜いてみせる。我らの愛しき風景は守られた。こたびの女性殿の活躍、今ここに昇る朝日のごとくよ。孫悟の希望とともに眩しく輝いている。お、女性殿いかがなされ。お目だ、こらえきれねえ。我が言葉を幾千と重ねようと、主の涙一滴にすら及ばぬ。序文卿、一世一代の意地通しきったぞ。